オーシャン、ついに来たわね。発進よ。攻撃を開始する。皆様海水浴は楽しんでおられますか？案の定私だよ。汗でに海のシーズンがやってきましたね。水面下の闘争を見せてやりましょう。安くて体力の多いラッタストライクを投入して対戦開始です。よろしくお願いいたします。ちなみにデッキはこんな感じです。カニとニーヨが輝いておりますね。すごく使うなら制圧ラッタがいいんじゃないの？とも思いますが三点熱だと少し重い感じもするので三日月を乗せて点熱運用です。水中ステージなのに鉄血の呪いに魂を縛られているのはご愛嬌です。仕方のないことなんだ。まあ好きなカード使うのが一番なんじゃないですかね。せっかくの海開きなんですから。右レインにお相手グレイズアインが流れてきたので拠点付近で迎え撃ちたく思います。こちらのユニットはアッキロルクス。三日月ほどの爆発力はありませんが継戦能力はバッチリです。こちらの制圧を止めるべく三日月ルクスが出陣。防衛を先に出さないということは二制圧を警戒されている感じでしょうか。制圧が1秒でも長く存命できるのなら御の字です。その間にコストを貯めたり貯めなかったりしましょう。筋肉同士の殴り合いはどうなってるかな。お相手防衛が出てきましたね。今はキラリスが熱いようです。あちらに戦力を送り込む予定もないし今しばらくほとばしる筋肉を眺めておくか。しかしこのままだと殴り負けますね。撃滅を使ってお仕置きタイムです。これ発動のタイミング測らないと余裕で落ちますね。なんという火力だ。ここで敵が出撃。あれは、戦況利用のフロンタルフリーダム。まあまあ撃滅どうぞ。強すぎる。あまりにも。制圧を処理したお相手ルクスが進軍してまいりました。こちらも拠点付近で迎え撃つ覚悟です。殲滅行動を開始します。邪魔な連中は全部潰す。何でも目には目を、三日月には三日月を、力には力を持って答えましょう。右側の突破を許すわけにもいかないのでマーメイド出陣です。水面下の闘争を見せてやりましょう。そして満を持して禁止タイムです。水中 S 使うならこれくらいありたい部分がありますあります。撃ってくるか。せるには惜しいが仕方あるまい。敵の攻撃に備えてください。恨まないでもらえ。SP をもらえるクス撃沈。マーメイドももらえましたが近畿の力でダメージ2割カットされておりますね。お相手制圧が出てこないので左に防衛出陣です。仮にこの後出てきても SP 使ってくれてるのでワンタッチは回避できます。お相手フリーダムがこの撃を使ってきましたね。まあフリーダム相手に出したらこうなるのは分かりきっていたことであります。そしてお相手の制圧が反対レインに登場。気は順調には早々にあちらに走ってもらおう。殴り合いをご所望か。ならば全力で迎え撃つまで、撃滅と攻撃。どっちが強いか勝負しようぜ。いいのあるじゃん。これじゃダメだ。さらにここでバイプッシュ。確実に落としに行きます。鉄火弾は俺が守る。もういいよ。喋らなくて。ジムは犠牲になったのだ。犠牲の犠牲にな。スゴックの SP には水中特攻の追加効果があります。さらにミカのアビリティで SP 火力が上がりますので、それはもう素晴らしいことになります。お相手防衛とユニスがスゴックを止めに来ましたね。逃げずに戦うその意志はよし。しかし行くて遅かったようだな。全部敵だ。やっちまえーかー。終わるわけにはいかないんだ。僕が持っていたのは思いだけだ。とんでもない火力が出ましたね。親父が夢中になるわけだ。もはや制圧の進軍を阻む風もなくなりましたので、いよいよもって制圧の進軍が開始されます。そういえばチューリス使ってなかったな。世界は何も変わりはしない。ミニレインですがメイン砕かれる前に数発殴っていたのか地味に競り勝ってますね。 SP も食らっているはずなのですが、ここで戻ってきたアッキロルクスを左に投入。スゴックがそろそろ撤退するので日敵になってもらいたく思います。右側の戦いを制しましたね。近畿で耐久上がっていたのが響いたようです。敵の今に拠点を削りたいですが、
どうかな。左に三日月ルックスが出てきましたね。狙いはやはりラッタのようです。しかしそれを許すマジと突撃するは敵かガンの二人組。ラッタ女子を狙う輩は力で敗しましょう。体力ミリだけどいけるか。ギリ届きましたね。よくぞ持ちこたえてくれ申した。そして続けざまに撃滅を発動。どんどん削っていこうね。ここでは相手ブレイズアインが再出撃。狙いは生足魅惑のマーメイドのようです。ミニレインは突破されそうですが、左の拠点は代わりに叩きを理体所存であります。さすがに火力アビリティ2回当てれば削れますね。まあそれでも耐久残ってるあたり化け物スペックなのは疑いようがないことでありますが、このまま落とさせていただこう。行くしかねえだろ。借り物のバスターソードは強いな。ラッタで HP 使ってもよかったのですが、それよか鉄器を全滅した方が後々有利と思いこの判断です。全滅の壁が剥がれれば防衛を出せませんからね。相手の行動を少しだけ遅らせることができると思います。多分。そして無事に左拠点撃破。制圧進軍はとどまるところを知りません。全滅の同時行軍を嫌がり制圧を出してくれましたね。アキラの攻め手を守りに切ってくれたのは強情です。しかし問題は右側のブレイズアインですね。あれ火力増し増しすぎて拠点ガンガン削ってくる化け物なんすよ。お相手防衛も再出撃。ラッタの進軍もここまでやな。お相手制圧はここで処理できるとして、右を守るためにできることは。それでいいのだよ。私がいなくなったとて世界は何も変わりません。何の確認行けるかだと。行くしかねえだろ。敵の攻撃に備えてください。何もなさいのだ。こいつだ。なるほど、ここで SP を選択しすったか。ブレイズアインの SP は3ゲージと思うですが、代わりに火力大アップのバフがついております。つまりこのままですと拠点がぶち折られますので、全力で止めに行かなくてはなりませんね。対ブレイズアインに三日月ブロックを出撃、さらにトールビスを移動させて共同戦線を張ります。フリーダムはアキラに出撃したか。ワンパン160の基礎強さを極めてもらっていいですか。実が減却したのでスタン発射。防衛実人気の理由は全滅戦に参加できることですね。ただこのスタン攻撃たまに外れるんですよね。ファラットの爆射が外れたことは過去の経験で一度もなかったのですが、仕様が違うのかな。スタンで動きが止まったところに M 突角をプレゼントです。ははは、もう助からないぞ。何どうだっていい。行けるかだと。行くしかねえだろ。敵の攻撃に備えてください。ものばかりを行かせる。じりじわに一撃を放ってくるとは。さては無事だな。ですが無事に撃破できました。守りは厳重に行ってことであります。あとは時間ギリギリに帰ってくる相手制圧が怖いですが、どうかな。出てきましたね。力は速度に移動いたしましょう。そしてリードを稼ぐために防衛を排除したいですが、どれ？残さずかける。俺の全部。素晴らしい威力だ。先ほどはクリティカルでワンパンでしたが、それなしでも落とせるようですね。もう間に合わんでしょうが、念のため出しておくか。そして左拠点に防衛が行き着いたところでタイムアップでございます。我々の勝利ですよ。やった。今回は三滅同士の戦いでしたね。ズゴックが想定よりも強かったのは素敵なことだったと思います。マーメイドの本領発揮ができなかったので、そのあたりの試合も今後機会あれば投稿するかもしれません。それでは本日の動画は以上でございます。また次の試合でお会いいたしましょう。